まずはじめにですね、登録者200人行きました。はい、で今回のテーマなんですけども、推しを決める時の呼吸1の方、推し力お願いします。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。まずはじめにですね、登録者200人行きました。最初の100人が約1年間かかりました。で、約半年で今回また100人達成して合計200人になりました。本当に皆さんありがとうございます。ということでですね、200人突破記念といたしまして、鬼滅の刃動画撮っていきたいと思います。最初に言っておきます、再生数が稼げるからという理由ではなく、本当に本当に本当に良かったからです。で、2ヶ月ぐらい前に鬼滅の刃見まして、それからドカンとハマりました。もう好きになった理由に関しては話すと多分1時間2時間動画になるかと思いますので、今回は走らせていただきますが、物語の奥深さ、キャラクターの奥深さ、全てが奥深いめでたい鬼滅の刃。今回1本目の動画、監督ラボじゃなくて鬼滅のラボになる可能性があります。いや、それはないとしても。はい、で今回のテーマなんですけども、推しを決める推しです。実はですね、1年くらい前まで推しと書いて推しって読むかと思ってるぐらい、とリアル2次元全てひっくるめまして、推しなんてものは作ったことはありませんでした。なぜかと言いますと、興味がないから、自分以外にあまり興味がないから。まあ、今回この推しをなんで作るかと言います、今後クローズドパッケージというものを引きまして、決めてないは全員が好きなんですよ。だったらもう推しを作って動画的に面白くしちゃおうというわけで、今回推しを作りました。で、決めてないはなんですけども、キャラクターたちが、ね、螺旋状にくるまっておりまして、このキャラクターをピックアップしたら、そこから派生してどん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 としてましてですね、もう本当に沼です。推しをですね、選ぶと決めてからですね、もう誰が今の自分に必要なのか、まあ、主人公の炭治郎をもう正統派で攻めるもよし、炭治郎と共にね戦うね伊之助と善逸、その他にもねサブキャラクターたくさん出て、柱9人、いや柱9人はもうみんな好きだね。というわけでキリがないので、監督一つのテーマを決めて推しを決めました。それはですね、アニメ映画漫画全巻全てをひっくれまして、自分の心に響いた泣かされたところを考えて5人絞りました。1人じゃないのって言いたいところなんですけども、もう無理です、もう5人5人にしてください。ちなみにこの5人なんですけども、今現時点の5人です。もしかしたら途中で推し編する可能性がありますので、ご了承ください。5人紹介していきたいと思います。まず名前から、原作から登場した順番に、まずマコモ、品津川玄也、つゆりかなお、橋平伊之助、時任無一郎、はい、この5人で最初推し行きたいと思います。で、この中で誰か1人と言いますと、ここは伊之助にしとこうかな。とりあえず仮で伊之助。ネタバレにならない程度に軽く推しになったのか言っていきたいと思います。まずマコモ、もう何も喋れませんよね、原作見たら。とにかく尊い。ちなみにマコモに関しては本当にちょっと出てくるね、サブキャラクターなんですよね。続きまして、品津川玄也、柱の種見の弟です。鬼殺隊に入っております。今現在アニメ化されてます劇場版電車そこまでピックアップされてません。原作本のほぼ最終回に近いあたりに、あのシーンやばいよね。まああとね、これもネタバレになるか言えないか、呼吸やめとこう、ここ、これまでしとこう。今後さ、ネタバレしないで語るのは無理だよね。というわけで、監督ラボをこれから見る方、鬼滅の刃全巻見てください。もうネタバレしちゃうんでよろしくお願いします。続きまして、ダン、つゆりかなお。最初の登場シーンから最終巻あたりに慕っている死がね、もうあーダメだ、これも言いません。早く全巻見て。感情が無感情なんですよね、この子最初。だけど後半あることがきっかけで覚醒して自我を持ち始めるところ、泣けるんだこれが。続きまして、伊之助、これもネタバレになっちゃうのかな。はい、伊之助、はい、あの狼の狼じゃない、イノシシの仮面をかぶった男、素顔はこんな感じになっております。まあ見たまんま、イノシシに育てられたんですよ。で、感情の表現が子供なんですよね。最初はあんまりハマらなかったんですが、劇場版の最後、とあることが起きて、イノシシの仮面をかぶってる時に、ボロ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 、早く修行します早く炭治郎ところでね、もうボロボロ泣きましたね。あとね、育ってた親とかも回想シーンに出てきて、で、ラストでで、時任無一郎、監督本名が、トールと言います。時任くんのトールっていう字もあるんですけども、時任くんに関しても、つゆりかなお大使、でも大使っていうか、もう、かなおちゃんとかじゃなくて、もう大使って呼びたい。と共に、感情が飛んでる、
って言ったら失礼か、感情が表に出さないっていうか出せない、まあ理由があるんですよ。後半あたりに取っ払われて自我が目覚めた状態で戦う場面があるのですが、無一郎くんの過去、お兄ちゃんがいるんですけども、うん、ネタバレになるね。というわけでこの4人とあとマコも5柱としてやっていきたいなと思います。変わる可能性はかなりあるかと思います。この動画はまず推し5人を発表させていただきました。今後ですね、鬼滅の刃に関連した動画を出すかと思います。回復買ったりですとか、刀を買ったりですとか、あと一番くじを引いてみたちょっと大きな企画を考えておりますので、興味がある方はですね、チャンネル登録をしてください。このチャンネルではですね、自主映画監督、まあ監督実は自主映画というものをですね18年間撮っておりまして、80本ぐらいの作品を撮っております。なんかそういったその知識だったり、もう編集力、もう編集力今の自分の強みなので、そういったものをですね踏まえて、鬼滅の刃を見ていない人でも楽しめる面白い動画、楽しみにしていてください。この動画これですぐ終わってしまうのはもったいないので、今回クローズドパッケージを引いてキャラクターを引き当てるというですねものをやるんですけども、はい、買ってきました。こちら、鬼滅の刃メタルブックマーカー。鬼滅の刃ってめちゃくちゃグッズが出てますよね。本当は全部欲しいんですけども、そうなるともう散財確定なんで、本当に自分にとってそのもの、商品は必要なのかというものをですね厳選しておすすめしたいものを紹介していきたいと思います。でこのブックマーカーなんですけども、本好きの方、これですねしおりになると聞きまして、だったら買おうかなというわけで、こちら全10種となっております。でラインナップはこちら、今回の監督の推しで言いますと、橋倉伊之助、つゆりかなおですね。監督ですね、この動画を作るために、呼吸法を作ってきました。いきます。時の呼吸1の方押し引きお願いします。いきます。正直に言うと、まあ、誰が出てもブックマーカーなんで使えます。3、2、1。はい、おー来たー、来ました来ました、推し来ました。なんとですね猪之助が出てきました。ありがとうございます。見ていきたいと思います。オープン。おー、橋平猪之助かっこいいね。これちなみに題材になるそうです。しおりです。本人匂いが映らないか気になるんだよね。うん、あ、でも別に金属感はないよ、プラスチックなのかな。はい、こんな感じです。例えば途中で読んでおりました。でここに差し込む、はい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 。でまあ見るときにこれを引っ張ればもうねパカッと、はい、取れますね。はい、やべ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 、橋平猪之助のブックマーカーを引き当てました。ありがとうございます。これは早速使っていきたいなと思います。はい、というわけでですね、鬼滅関連動画第1本目、推しを決めるの巻。ではまた次の動画で会いましょう。監督はですね、鬼滅の刃、やっぱりそのにすっごいすっごい人気で、すっごいすっごい人気で、でも映画館も、まあと、映画、まあね、柱って基本的に、呼吸、まあ、狼じゃなくて、イノシシの仮面をかぶってる時に、もう